でも言葉が通じないぐらいで。若は言葉というよりその見た目が。僕の顔そんなにまずい？顔ですか？だ、確かに若は個性的な外見ですが、原因は魔力ですよ。魔力。え？周囲が歪んで見えるほどの膨大な魔力が露出しております。こうもやっと。ってことは僕、ヒューマンの皆さんにどう見えてたの？いきなり魔王が何人か現れた感じですかの？それはまずい！魔力は抑えることもできますよ。魔力を感じて蓋をして閉じ込めるイメージで。わあ、魔王が一体減りました。余計石に水！ヒューマンの町は諦めますか？何のこれしき。まずは共通語の習得、それと魔力を抑える装備。顔見られてるからマスクもお願い。あ、はい。乗り越えてやろうじゃないか、ミスミケ長男。簡単には折れん。絶対乗り越える。そんな風に思っていたこともありました。読み書きはなんとかなってきたけど。私は必殺仕事人が見たいですぞ。必ず殺す仕事ヒューマン。また時代劇かい。若さん、試作指輪を持ってきたぞ。ありがとうございます。装着者を殺す勢いで魔力を吸い取る。もはや呪いの道具じゃ。すぐに外した方が。弾けた。次は確実に呪い殺せるよう作り直してくる。目的変わってる。綺麗なブエール。ブエではなくベです。ベ、ボエ。お声は素敵なのですけれど。はあ、難しいな。そんな、もうダメだなんて。お、これ使えるんじゃないか。わあ、素敵ですわ。若さん、ついに完成したぞ。その名もドラウプニル。ドラウプニル。ドラウプニル。魔力を吸うだけでなく高濃度に圧縮する仕様じゃ。おお、吸ってる。白から徐々に変色し、完全に赤くなれば限界。その場合は外される。よっしゃー、これでヒューマンの街に行ける。